アナクサゴラス、アナクサゴラース、アナクサゴラス、紀元前500年頃引く、紀元前428年頃は古代ギリシャの自然哲学者、イオニア学派の系譜を引くとされる。小アジアイオニアのクラゾメ内出身、紀元前480年、アテナイに移り住む。アナクサゴラスは、イオニアからアテナイに哲学を持ち込んだ、最初の哲学者である。彼は、 物体は限りなく分割されうるとし、この無限に小さく、無限に多く、最も微小な構成要素を、スペルマタ、スパーマタ、種子の意味と呼んだ。さらに、宇宙、世界や、あらゆる物質は、出したような無数のスペルマタの混合によって生じるとし、宇宙の生成において、はじめは、ただごちゃ混ぜに混合していたスペルマタが、ヌース、ヌース、理性の意味、 ヌーストモの働きによって、次第に分別整理され、現在の秩序ある世界が出来上がった、というのが彼の根本思想である。太陽は、灼熱し体石であるととき、太陽神アポローンに対する、不敬罪に問われた。このときは、友人であったペリクレスが弁護に立ったため警備な刑で、済んだが、結局アテーナイを去って、ラムプサコスに移り、そこで死去することとなった。 アナクサゴラスは当初はいくらかの財産を持っており、地元での政治的成功も見込まれていたようである。ところが彼は知識の探求の妨げになるとして、地位も財産も自ら放棄したと言われていい。バレリウス・マキシマムによる伝承によると、彼が長い航海から帰るとその財産が失われていた。それを知った彼は仮に残っていたとしても、自ら放棄しただろうと言ったという。 ローマ人はこの言葉を最高の知恵のあり方を示していると評している。彼はギリシア人であったが、ヨーニアの反乱で倉染めないが鎮圧されていた間はペルシアの軍隊にいたようである。創年期、紀元前464-461年、36歳、頃ロウ39歳頃に彼は、当時急速にギリシア文化の中心になりつつあったアテナイに移り住んだ。 その地で彼はおよそ三十年の歳月を過ごすことになる。アテナイの政治家ペリクレスは彼を敬愛し褒めたたえた。また、詩人のエウリピデスの科学と人間愛に対する熱意は彼に導かれたものである。アナクサゴラスはイオニアの哲学と科学的探求の精神をアテナイへともたらした。彼は天体や隕石の観察から、 宇宙の秩序に対する新しい説を提唱した。彼は日食、月食、流星、虹そして太陽に対する科学的な説明を試みた。太陽は燃え盛る巨大な石の塊であり、ペロポネソス半島よりも大きいという説を唱えた。また彼は月が太陽の光を反射して光っていると唱えた最初の人物でもある。月には山があるとも唱えており、 人が住んでいると考えていた。また彼は天体は地球から分裂した巨大な石の塊であり、高速の回転によって燃えているのだと主張した。星も太陽と同様に燃え盛る石の塊であるにもかかわらず、私たちがその熱を感じないのは星々が地球からとてつもなく遠くに離れているためであると説明した。また彼は地球は平坦であり、その下にある 強い空気によって支えられて浮かんでいい。この空気の乱れが地震の原因であると考えた。しかしこれらの考察のため、アテナイの人々は彼を不敬の罪で責め立てるようになる。ディオゲネスの伝えるところでは、クレオンによって不敬の罪で訴えられたとある。一方、プルタルコスによれば、ペロポネソス戦争での失策を受けて、アテナイ市民から批判を受けていた、ペリクレス、自らの保身のために、 アナクサゴラスをランプサコスに送ったとある。ディオゲネスによると、紀元前450年頃、50歳頃、アナクサゴラスの裁判の際に、ペリクレスが彼を弁護したとあるが、それでもアナクサゴラスは、アテナイからトロワスのランプサコスへと隠居ざるを得なかった、紀元前434、433年、66歳頃、その地で彼は、 紀元前428年頃、約72歳で、その生涯を終えた。ランプサコスの市民は彼を追悼して、知性と真理の祭壇を築き、彼の命日を記念日として、長年にわたって供養した。アナクサゴラスは哲学に関する一冊の本を書いたが、6世紀にキリキアのシンプリキウスが保存した一部分の断片しか、現存していない。万物は、 この世の始まりから存在していた。はじめ万物は無限症の破片に数限りなく分かれており、それらが分かちがたく結合していた。万物はこの塊の中にあったが、互いにぼんやりとした半然としない状態であった。その原子の混合物の中に、麦、肉、金などの種、スペルまたあるいは、縮図のようなものが存在していた。だがこれらの部分部分がその性質や、 特定の名前を与えられるためには、この複合体から分離される必要があった。理性は異なったものから、同質のものを選び出した、パンタクロマータンをもえたヌースエルサンアウタ、ディーコスモス。ヌース、ヌース、知性、理性、精神などの意味と呼ばれるこの奇妙な存在は、混沌の塊と同様に数限りなく存在する。ヘラクレートスの言う、ロゴス、言語、 論理などの意味とは異なり、ヌースは、同質で独立した、マウノス FAO と存在であり、微細な物体で、自身の表現するものそのものであり、どの部分も全て等しい。全ての知識と力を有している。この捉えところのない存在は、特に生命のすべてを支配している点に見られる。ヌースが原因となって、原子の混合体は、回転を始めた。回転は、 ある一点から始まり、遠心分離のような作用によって徐々に広がった。やがて認識可能な実態を形取るようになり、現在のような宇宙となった。だがこの出来事が完全に行われた後にも、原子の混合体は完全に圧倒されたわけではなかった。この世の名に一つ、他のものからぶっつりと分かれてしまうようなことはない。アナクサゴラスが、理性、ヌースと、 魂を区別し損なったとするアリストテレスの批判は注目に値する。一方ソクラテスはアナクサゴラスのニュースとはソクラテスが意図と知識の原因とみなしたデウス X、マキナのことに過ぎないと考えたプラトンチョ、パイドン。アナクサゴラスはさらにいかにして原子の混沌から現在のように整理された世界が生まれたのかという過程を順を追って説明した。 まず冷たい霧と暖かいエーテルとの分離が混沌を破った。冷たさが増すにつれて霧はやがて雨となり土となり石となった。それまで中に浮かんでいた生命の種はその雨によって加工して草木を育んだ。人間を含む動物は暖かく湿った泥から生まれた。以上のようなことが正しいとすれば我々は感覚のもたらす証拠というものを疑ってかからねばならない。 感覚に頼れば、物事が生まれては消えていくように見える。だが資料深く考えれば、死や成長というものは、新たな集合、シンクライシスと分裂、ダイヤクライシスに過ぎないのだ。そのため彼は感覚というものを疑い、資料分別による結論に重きを置いた。例えば彼は、雪の中には、白と同様に黒も存在していると主張している。アナクサゴラスは、 哲学史の分岐点となった。これは彼と共に施策というものがギリシアの植民地からアテナイに移り渡ったためである。物質が微小の構成要素からなるという思想、また秩序の成立に対する機械論的な過程に対する協調によって彼は原子論への道を開いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。